魔王学院の不適合者史上最強の魔王の子孫転生して、子孫たちの学校へ通うは、秋による日本のライトノベル。イラストは静間義則が担当している。略称は、魔王学院。ウェブ小説サイト、小説家になるうにて2017年4月から連載され、電撃文庫より2018年3月から刊行2021年3月時点で、 シリーズ累計発行部数は180万部を突破している。かやはるかによる漫画版が漫画アップにて2018年7月から連載されていたが、2021年7月6日に以前から患ずらっていた水臓癌によりかやが死去したため、今後の連載については未定となっている。2020年7月からテレビアニメが13話放送された。 2000年前の神話の時代、魔王アノス・ボルディゴードは絶え間なく続く人間。精霊、神の戦争に嫌気がさしたことから、魔王城デルゾゲードに勇者カノン、大精霊での創造神ミリティアを招き、戦争を終結させるための和睦を申し出る。その内容は、怨恨を消し去るため、魔王の命と引き換えに、人間界、魔界、精霊界、 深海の四つの世界を千年は消えない壁で隔て、自らは二千年後に転生するというものだった。その二千年後、前世の記憶を持ったまま、とある人間の夫婦の子供として転生した、あの巣は、世界の魔法レベルが二千年前とは比べ物にならないほど低次元なものとなっていることを知る。そんなあの巣のもとに、かつての魔王城でエルゾゲードであった、魔王学院から招待状が届く。 入学試験であの巣は魔族の少女、ミーシャネクロンと知り合い、二人揃って合格を果たすが、魔力量検査と適正検査の結果、あの巣は学院で初めての不適合者の落院を押されてしまう。そして転生した時代で暴虐の魔王として知られているのが自分ではなく、アボス・ディルヘビアという名前の人物だと知る。平和が訪れたはずの年後に迫るを、 魔王の理不尽が滅ぼし尽くす。恋の甲はテレビアニメ版の担当声優。1章2章3章ただの剣より、強度や威力が優れているほか、特殊な効果が備わった魔法具の一種。剣自体に意志があり、その魔剣にふさわしいと認められなければ抜くことができない。第一期は2020年7月から9月まで東京 MX 他にて放送された。ナレーションは、 中田常ジ,ョージ当初は同年4月より放送が予定されていたが、新型コロナウイルスの影響を受けて放送延期となった。第2期は、分割にクールで放送予定。ミーシャネクロン役のクスノキと森とサーシャネクロン役の夏、吉シ子によるウェブラジオ、魔王学院の不適合者史上最強の魔王の子祖転生して、子孫たちのラジオに出るが、 2020年7月1日から2021年3月10日まで、音泉にて配信された。10月7日までは毎週水曜に、同年11月18日から、月1回水曜に配信された。ありがとうございます。